はい、皆さんこんにちは。今回はプレイステーション4の絶対絶命都市4プラスの体験版のですね、実況をやっていきたいと思います。はい、あれですね、絶対絶命都市って確か震災とかがあった時に発売するかしないかで結構なんか論議になったりして、で結局発売しなかったっていうのは記憶にありますね。クリスマス、まあね、当時のまあ、僕からしたら、まあ、こういうゲームで精神的にも、まあ、視覚的にも良くないみたいなのがあったのかもしれない。そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を。なんか昔の絶対絶命都市 PSP 版か、プレステ2版か何かをやったことがある記憶があるけど、結構難しかった記憶があるな。そんなのやってみないとわからないよ。すべこべ言わずに早く始めてほしい。え？これにしてみよう。僕は大事な人。私は。僕は女性主人公のみ、マジかよ。超意外だ。私はこんな顔をして、このままでいいわ。こんな髪型をしていた。ポニーテールのお姉さんでいいです。あれ、なんかグラフィックが、私はこのバスに乗って就職面接を受けるため、なんか周りのグラフィックがプレステ2並み、なんかしょぼい感じがする。なんかグラフィックがプレステ2、プレステ3並みのような気が。運転公園前降臨なる方は次で降りなきゃ。嫌な音が、地震警報とかなんちゃら警報や。地震？強い揺れって？周囲にものに捕まるな。揺れてる。大きな揺れだぞ。事故です。私はもう一度考えることにした。何を考えるんだ。巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、最悪の状況だ。私は冷静に、希望だな。常に冷静に振る舞うに違いないわ。でも今ふと思ったけど、こういう状況になって冷静に考えれるんだったら、まず食料と水を確保しないと、強盗まがいのこともできするのかな。例えばコンビニとか。
ウォーキングデッドとかじゃないけど、本当生きるためなら奪い合いになるからな。あんた大丈夫か。名前は言えるか。そのままでいいや。とにかく早くバスから離れろ。火災が発生している。当然か。クローリーのそばなんか絶対離れた方がいいと思うけどな。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。俺だったら絶対にタンクローリーのそばには行かない。ヒットポイントが減った。マジかよ。ビル傾いとるし。うげえ。またまたヒットポイントが減った。おいおい危ないぞ。女の人は陥没しただけか。うげ、どこに行ったらいいんだ。挟まってるのかよ。警察来てるやん。警察どこに行ったらいいかわからない。どこに行ったらいいんだこれ。シャッターでした。普通に考えたらこんな時にビルになんか入れんしな。入るべきではないよな。マジかよ。
まあ、面接どころじゃないよね。本当に何していいかわからなくなりました。とりあえずこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。